おはようございます。モークさん、おはようございます。おはようございます。今日はですね、曇りですが、涼しくていいです。ぼっちさん、太陽さん、まゆちゃん、涼しいというかですね、バイクでこう走ってくると寒いぐらいですよ。こんな6月に寒いって、何かね、不思議な感じですが、寒いぐらい、ちょっとオートバイで走ると寒かったですね。チャイさん、おはようございます。リエさん、ハレリア。ここはですね、いつもの何て言うんでしょう、公園って言ったらいいでしょうかね、いつもの公園ですが、皆さん、もうちょっと後から集まってからの方がいいかもしれませんが、あるものを発見しましたので後でお見せしますね。びっくりするものを発見しました。いつもお見せする、山ですね。曇ってますからね、ちょっとこの景色はあまり綺麗じゃないかもしれません。ヤシリさん、おはようございます。節子さん、おはようございます。ガロードさん、おはようございます。パチンコ行きたい。ガロードさん、我慢しましょう、ね。肉の思いを殺しなさいとありますね。パチンコはですね、やっぱり欲なんですね。欲です。その欲を、リュウビさん、おはようございます。マリちゃん、風俗行きたい。聖書にですね、タイさんが貼ってくれたんですが、こうあります。どれだったかな、コロサイ 3-5 ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像崇拝なのです。皆さん、その情欲、悪い欲、それを捨てなさい、殺しなさい、捨てなさいとあります。それは、人間の力ではできませんが、聖霊様の力でできます。そしてですね、愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさいとありますね。ですから、まゆちゃんさんね、私たちはそういう肉を殺すということが大事だということですね。肉を殺す、ちょっと待ってくださいね。これが、はい、どうしたら勝てますか。いや、ガドーズさん、パチンコの悪霊がいるんですね。タバコの悪霊、お酒の悪霊、パチンコの悪霊、風俗の悪霊があります。そういうものを追い出す必要があります。さあ皆さん、ちょっと変わったものを発見しましたので、ちょっとお見せします。びっくりですね。はい、これですね、キノコですね。わあ、びっくりでしょ。なんか毒々しい感じがします。これもキノコですね。わお、多分毒キノコと思いますけど、毒キノコでこれ食べたらちょっと危ない。危ないで食べてはいけませんね。こんなにたくさん初めて見た。あー、すごい珍しいですよね。キノコにはね、毒キノコがありますから、気をつけないと。世の中にもですね、毒がたくさんあります。皆さん、ガロードさん、
パチンコパチスロも毒ですよ。お酒やタバコも毒です。風俗も毒です。ゆうさんおはようございます。風俗は黄毒ですね、黄毒。それから、あ、リュウビさん、幻覚キノコ幻覚キノコ。ドラッグも毒ですね。ドラッグも毒です。もう世の中には毒だらけですね。世の中は毒だらけ、毒キノコだらけです。ですから皆さん、それはサタンの罠です。サタンは私たちをあらゆる罠にはめて、毒を飲まそうとしています。ぜひ皆さん、私たちはそのサタンの植えている罠、毒を避けて、私たちはそのあらゆるこの世の汚れ、情欲、不貧困、魔術、偶像崇拝からですね、私たちは、自分を守る必要があります。ナナさんおはようございます。ダラクさんおはようございます。ハナさんおはようございます。それでは今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルとても大事ですよ。とても大事です。今日のタイトル、あなたの敵を愛しなさい。あなたの敵を愛しなさい。なぜこれがとても大事な命令かというとですね、この敵を愛するということにおいて神の愛というものがわかるからですね。敵を愛するということは特別なことなんです。多分ですね、多分ですけど、イスラム教とか仏教とかヒンズー教にはこんな命令はないと思いますね。また世の中にも、世の中にも敵を愛しなさいっていう命令ないと思いませんか。シャンさんおはようございます。アトミックさん誕生日おめでとうございます。リュウビさん、嫌な人と無理やり付き合うということ、いやそういうことじゃないですね。無理やり付き合わなきゃいけないということではないんです。マルコさん、悪を憎んで、悪を強く憎んでください。罪を憎んで人を憎まず、 人は許し愛しましょう。そうですね、敵を愛するということをですね、私たちは学ぶ必要があります。どういうことでしょうか。私たちはですね、その感覚的にね、敵は憎む、敵は嫌だ、敵はね、敵をこう覗こうとしているわけです。例えば、日本人で言えばね、韓国が嫌い、中国が嫌い、ロシアが嫌い、日本人の感覚ってそうじゃないですか。韓国人が嫌い、中国人が嫌い、ロシア人が嫌い、それは日本人の感覚です、ね、そして例えばですね、白人だったら黒人が嫌いとかね、アジア人が嫌いとかいう、そういう感覚があります。またイスラム教の人はですね、イスラム教の人は、イスラエル人が嫌い、イスラエル人が嫌い、クリシャンが嫌いという感覚があります。ヨーロッパだったらね、ヨーロッパだったらやはり、ユダヤ人が嫌いとか、黒人が嫌いとか、イスラム教の人が嫌いとか、そういう感覚があります。中国だったらね、中国だったらやっぱりアメリカ人が嫌いとか、日本人が嫌いとかあります。韓国の人はやはり日本人が嫌いとかあると思いますね。シャンさん質問です。敵は何に対して敵なんでしょうか、教えてください。敵は何に対して敵なんでしょうか。そうですね、あやさんおはようございます。敵というのはですね、結局本当の敵は悪魔です、ね、私たちの本当の敵は悪魔ですが、ここで言っている敵はですね、悪魔のことではなくてですね、
人間関係の中の敵ですね。つまり喧嘩してる相手とか、自分のことを攻撃する人とか、まあ悪いことがあった相手とか、その要するに敵がある人間のことを言うと思いますね。敵がある人間。あやさん、おはようございます。ぼっちさん、はい、無視してるわけじゃないです、ごめんなさい。無視してるわけじゃなくて、はい、ともさん、おはようございます。挨拶してない方とか、コメント読まない方がいたらごめんなさいね。決してこう区別してるわけじゃなくてですね、まあその時のタイミングがありまして、決してですね無視してるわけじゃありません。まあ基本的には、進行コメしか読まない、進行コメしか読まないので申し訳ありません。それでですね、敵を愛するというのはどういうことかということを話したいんですが、まず何から話したらいいでしょうかね。まあ、私たちは敵を愛することは難しいですね。人間的には、敵を愛することは難しい。私たちは愛するものを愛する、味方を愛する、親しい人を愛する、仲のいい人を愛する。ヤシリさんね、確かに先生、アラブ人はイスラエルとイラン嫌いです。あ、そうですか。アラブ人はイスラエルとイラン嫌いなんですか。不思議ですね。イランはイスラム教ですよね。ヤシリさん、なぜですね、イランはね、あれです、アラブ人じゃないですね。イランはね、ペルシャ人ですね、ペルシャ人。ヤシリさん、なぜですね、イラクだったかな、イラクのアラブ人の人はなぜイランが嫌いなんですか。ヤシリさん、聞きましょうね。リュービさん、味方を守るために敵を攻撃することもある。そうですね、そこなんです、リュービさん、そこが大事なポイントです。私たちは本当の敵を知らなきゃいけないということですね。本当の敵、その本当の敵は悪魔だということですね。ですから多くの人はですね、悪魔はですね、悪魔は私たち人間が憎しみ合うようにしたい、悪魔はですね、私たちが同士討ちをするように仕向けています。ですから敵を憎むということは、敵を憎むっていうのは悪魔の魂胆だということをまず知らなきゃいけません。悪魔はですね、私たちが喧嘩し合う、憎み合って喧嘩し合うようにしたい、それが悪魔の魂胆です。まずそういうことを理解する必要があります。アサン、父と仲が悪かったのですが、許すことで救われました。アイポンさん、おはようございます。もう一度言いますね。敵を憎むというのはどういうことかということですね。敵を憎む、もしその敵がですね、和解して愛し合うこともできる可能性があるじゃないですか。よくね、なんか喧嘩して仲直りして親友になるなんて話聞いたことありませんか。ですから敵がですね、味方になるということがあります。もちろん味方が敵になるということもありますが、でもそこでですね、大事なポイントがあります。その敵を憎むというのはどういうことかということですね。敵を憎むというのはどういうことか、皆さんと一緒に考えたいんですけど、
私は今日祈ってて思ったのはですね、私たちはですね、敵を憎んでる時に、その敵のことをですね、理解してないことが多いではないでしょうか。その敵がなぜ、自分を攻撃するか、その敵がなぜ、その、敵があるか、その敵がなぜ悪いことをするか、そのことを理解しようとしないで、理解しないで、ただその人のしてることを、悪いことをただ裁く、上辺、表面的に裁いて、敵というレッテルを貼って、そしてそのレッテルのゆえに、もう、何でしょうか、理解しようとする寛容さがない。それが敵を憎むということではないでしょうか。差別でもそうですよね。差別っていうのも、もう黒人だということで、ね、その人がどういう人かということを考えようとしないで、ただ黒人というレッテルでもうその人は嫌いだとか悪い人だとかね、そういうレッテルを貼ることが 多くないですか。日本人もそうですよね。例えば韓国人だからもう悪い人だ、韓国人だからね、もうそれは信用できないとか、そういうレッテルを貼ってね、もう理解しようとしないとこがありませんか。人間って、ね、そうじゃないじゃないですか。人間って日本人だっていい人と悪い人がいるし、韓国人だっていい人と悪い人がいるじゃないですか。ですからそういう、まあ、例えば傾向、そういう、悪いことをする人が多いという傾向というのはそれは若干あるかもしれません。だけど、じゃあ悪い人だから悪い人というレッテルを貼ってもう嫌っていい、憎んでいいということではないと思いますよ。つまりですね、人間というのはもっと複雑というか深い存在ではないでしょうか。ヤシリさん、彼らはアラブ人ではない、彼らはイスラム教徒でシア派だから。ヤシリさんはイラクに住んでいるアラブ人ですが、イランの人が嫌いだそうですね。なぜ嫌いかというと、イランの人は、アラブ人ではない、ペルシャ人だということ。2番目はイスラム教かもしれないけどシア派だからということですね。ですから皆さん、イスラム教もですね、要するに分裂しているということですね。イスラム教もシア派とスニ派と分離して憎み合っているという構図があります。日本でもそういうことありませんか。日本でもですね、関東の人が嫌いとかね、関西の人が嫌いとか、日本人でありながら自分と、違うことを理由に、嫌い合ってるっていうことはあると思います、ね、若い人と老人がね、若い人は老人が嫌い、老人は若い人が嫌いとか、男性が女性を嫌って女性が男性を嫌うとか、お金持ちが貧しい人を嫌って貧しい人は金持ちを嫌うとか、なんか何でもですね、その、違いにレッテルを貼ってね、嫌い合うという、そういう構図というのはどこでもあるんじゃないでしょうか。あ、ゆびさんありがとうございます。牧師も最初は大嫌い、最初は大嫌いだったけど、深く知れば今はとっても好きになって、リュウビさん、そこですよ、そこです。私たちは知らないで、知らないで嫌いになることが多いということですね。いろいろ知らないで、何も知らないのに嫌いになっているということがあります。ですからイエス様がおっしゃっているのは、敵を愛しなさいというのは、イエス様は全ての人を知っていて、全ての人の弱さ、全ての人のその罪の理由、その人がなぜ悪いことをするかという理由をイエス様は知っています。つまりイエス様はその悪い人を理解している、悪い人の
すべてを理解しているということのゆえに、イエス様はその、悪い人を愛しているんです。つまり敵を憎むということは、理解してないにもかかわらず、よく知らないにもかかわらず、レッテルで、誰かが貼ってしまった、多分まあ悪魔だと思います、悪魔が貼ってしまったレッテルでその人を裁き、その人を何て言うんでしょう、理解しようとしないで拒絶する、敵を拒絶する、知らない人を拒絶する、レッテルの貼られている人を拒絶する、理解しようとしない、そこにですね、何て言うんでしょうかね、悪魔の悪意というか敵意というか、そういうものが働いているのではないでしょうか。マルコさん、情報操作、印象操作が世にはびこっています。それらの情報を見た人は不信に陥ります。偽りの情報を使って不信に陥らせるのがサタンの技なんです。私たちがやるべきことは信じることだからです。そうですね、世の中にはプロパガンダ、ね、いろんな嘘がはびこってます。その嘘のフェイクニュースっていう、フェイクニュースもそうですが、その嘘によってですね、私たちはいろいろ間違ったレッテルを貼ってしまうことが多いです。それはその通りです。私たちはですね、間違った嘘の中で生きているんです。世の中の、ね、いろんな嘘、世の中のいろんな嘘の中で、私たちは間違ったレッテルを貼って人を拒絶し、人に対して人を裁き、ね、何も知らないのに、裁いてしまいます。私たちはそういうことを避けるためにも、ちょっとブランコ、そういうことを避けるためにも、私たちはイエス様の、教えを知る必要があります。イエス様は、敵を愛しなさいと言われました。敵を愛するというのはどういうことでしょうか。敵を愛するということは、ちょうど悪魔は全ての人間を憎んでいるように、憎まないで、イエス様が全ての人を愛しているように愛するということですね。つまり敵を憎むというのは悪魔の立場、悪魔の立ち位置、悪魔の何でしょうかね、悪魔側の味方、敵を愛するということは悪魔側だということです。悪魔が憎み合うように仕向けた妄想だということですね。私たちは、人間は神様に似せて作られた存在で、たとえ人間がですね、悪魔に騙されて悪いことをしているとしても、人間が悪魔に騙されて悪いことをしているような人でも、私たちはその人を憐れみ、その人が神様に立ち返るように私たちは願うべきです。どんな悪い人も、神様に立ち返り、その人が悪魔から離れることを願うべきなんです。そういう意味で私たちは敵を憎んではいけないということです。敵を憎むということは、その敵を裁き、その敵が救われなくてもいいと考えてしまうことです。敵を憎むということは、その人に、レッテルを貼って、その人に対して敵を持つ、殺意を持つということなんです。敵を憎むということは、その何て言ったらいいんでしょうか、神の御心ではなく悪魔の心に、沿ってしまってるということなんです。敵を憎むということはですね、敵を憎むということは、あたかも自分を守る、自分のためになると思い込まされているけれど、本当はそうではなく、敵を憎むということは一番自分にとっても危険であり、一番自分にとってもマイナスであり、
敵を憎むということは結局は、そこにですね、悪魔が働く、環境を作ってしまうということなんです。ですから敵を憎むことによって争いが起き、敵を憎むことによって、復讐合戦が起き、敵を憎むことによって敵を憎むことによって、そこにですね、神の国を壊してしまう働きが起きてしまうんです。私たちは平和を作るものです。ピースメーカーです。ピースメーカーは神の子はピースメーカーですが、私たちは敵を愛することによって、敵を愛することによって本当の平和が起きるんです。まあ、日本人からすればですね、韓国人を憎んで中国人を憎んで平和は来ないということです。平和平和と言いながら、平和平和と言いながら平和を壊しているというのが現実なんです。皆さん、それはですね、よく理解しなければいけません。多くの人は、建前では平和平和と言いながら、やってることは平和を憎んでるということですね。リュウビさん、ペースメーカーじゃないです。ピースメーカーです、ね。ピースメーカーです。てんちゃん、おはようございます。以前からプロテスタントの友人と一緒に見ております。ジュデロンさん、なぜ旧日本軍の罪を現在の人間が謝罪しないといけないんですか？私たちが日本人だからですね。私たちは日本人だからです。シャンさん、人間同士の敵はなかなか歩み寄りまで時間がかかり厄介ですね。そうですね、そこには忍耐が必要です。忍耐が必要です。愛を示す必要があります。それはですね、それこそ価値のあることなんです。私たちはなかなかですね、愛が通じないことが多いでしょう。しかし私たちは忍耐強く愛し続けるのです。そこに価値があるのです。そこに神様が認める素晴らしさがあるんです。愛は深いのです。愛は深いのです。私たちは諦めてはいけません。私たちは愛が罪を負うとありますね。愛が罪を負う。私たちは人の悪をですね、人の悪、罪をですね、私たちの愛で覆うのです。愛で覆うというのは許すということです。愛を覆うということは裁かないということです。愛で覆うということは悪に対して善意で対応するということです。そこに素晴らしさがあるのです。そこに十字架があるのです。十字架はまさにそのことなんです。十字架の素晴らしさはそこにあるんです。十字架の素晴らしさは悪に対して愛で対応していることなんです。皆さんは十字架の奥義を知ったのです。十字架の奥義、それは敵を愛することです、ね。敵を愛することこそ、十字架の奥義なんです。ハンナさん、最初は嫌いだった人が今では好きになりました。アメン。皆さん、ハンナさんは体験しました。敵を愛して敵を愛することができるようになったという証です。素晴らしいです。牧師は不倫はしないのかな。昨日の夜はその、タイトルでしたよ。つまり、愛は純潔だというね。愛は純潔。あやさん、それはですね、愛じゃないんですね。愛は純潔です。あやさん、ぜひ純潔を保ってください。まるこさん、人生最高と今つぶやきました。神様のおかげです。そうです。愛を知るならば、
神の愛を知るならば、人生最高です、人生最高です。後から来た方もいらっしゃるので、もう一度ですね、あの不思議なキノコをお見せしましょう。でもこれも何か意味があると思います。これは多分毒キノコですね、毒キノコです。不貧困や、ね、不貧困や敵を憎むこと、そして、不貧困や敵を憎むことや、それから、偶像崇拝や、そういうものは毒キノコです。皆さん、世の中には毒キノコがたくさん入っています。美味しそうでも食べてはいけません。美味しそうでも、毒キノコを食べたら死んでしまうかもしれません。皆さん、私たちはイエス様の言葉を聞いて、リュービさん、私もできれば純潔を守りたかったな。大丈夫です、リュービさん、これからです。過去はもうイエス様が許してくれます。でもこれから純潔を保ちましょう。純潔ということはしないということ、その通りです。信仰結婚まではしないということですね。信仰結婚までしないということが純潔です。それはとても大事なことなんです。アイさん、悔い改めれば許されますからね。これからしないようにしましょうね。あ、だいぶ時間過ぎてしまいました。はい、まとめを言います。敵を愛しなさい。イエス様はですね、自分を裏切ったユダも愛しました。普通はですね、自分を銀貨30枚で売るような弟子、恩をあだで返すような弟子をですね、普通は憎むし裁くし嫌うでしょ。でもイエス様は自分を裏切ったユダを憎まなかったんですね。裏切った後もイエス様はユダを愛し、ユダが首を吊ってもイエス様はユダを、愛していたんです。なんと、そのイエス様は敵を愛しなさいということをもちろんご自身で実行しているわけです。ですから、イエス様を裏切ったユダでさえ愛していたイエス様は、皆さんをなんと愛していることでしょう。ですから、その深い愛、敵をも愛する愛で皆さんは愛されているんですよ。リュービさん、裏切った人の首をはねるというのは、まさにそれは、人間的なものなんですね。人間的なあり方、しかしそれは間違っているんです。私たちは神の愛を持つべきです。人間的に敵を憎むようなあり方ではなく、敵を憎むような生き方ではなく、敵を愛するような生き方が優れていると思いませんか。私たちは私たちも敵から憎まれたくないでしょ。皆さん、自分の敵に憎まれたくないですよね。もし皆さんが敵に愛されたらどう思いますか。敵に愛されたらどう思いますか。嬉しいですよね。あ、自分敵なのに自分を愛してくれてる。わあ、この敵は一体誰なんだろうと思いませんか、ね、私たちは敵に憎まれたくないです。私たちは敵に、愛されたいでしょう。だとするならば、私たちも、ね、嬉しいですね、嬉しい。私たちも敵を愛そうではないでしょうか。自分のしてほしいことをしてあげなさい。自分のしてほしいことを、してあげなさいとイエス様おっしゃいました。だとすれば、敵に愛されたいならば、敵を愛そうではないでしょうか。
今日の放送を聞いて、ああなんとなく分かってきた、なんとなく神の愛が分かってきた、確かに敵を憎むから争いがあるんだ、敵を憎むから平和が壊れるんだ、敵を憎むから、悪いことが起きるんだ、やっと分かってきた、やっと分かってきた、これからは敵を愛するような生き方をしよう、敵を許し、敵を愛して敵に良くするような生き方、悪に対して善、悪に対して善を行うような生き方にしよう、イエス様を信じて新しい生き方、新しい生き方、新しい、人生を歩もうと思う方、アーメンと言ってください。アーメン、アーメン。イシャンさん、私たち罪人が敵を裁いてはいけないということですね。その通りです、裁いてはいけないですね。ハナさん、公園に大きな毒キノコが生えて驚きました。本当にびっくりですね。アメン、アメン、アメン、素晴らしい。はい、ぼっちさん、頭で分かっても実際に行うのは難しいよ。そうですよ、私たちは行動はもっと難しいです。でも大事なのは決心が大事です。決心をして、あ、これから敵を愛するんだという決心をすることによって、だん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 できるようになるでしょう。そうすれば皆さんは神の子供になれます。神の子供、敵を愛するような、ね、ことができる、できて初めて神の子供です。皆さんは神の子供になれます。皆さんは神の子供になれます。天の父様、感謝します。多くの方が敵を愛するということを通して神の愛を学ぶことができました。そしてそれを決心しています。これからは敵を愛するような生き方をしよう、敵を愛して平和を作ろう、悪魔の思惑ではなく神様の立ち位置で、神様の立ち位置で人を愛していこうと決心しました。感謝します。どうぞ彼らにその神の愛によって、神の愛によって生きれるように導いてください、強めてください、励ましてください。彼らの歩むところに愛がありますよ、彼らの歩むところに平和がありますよ。どうぞイエス様、あなたの光が彼らを通して光って、日本が愛の国、愛の国となりますように、日本を祝福してください。日本が韓国の人を愛し、中国の人を愛し、ロシアの人を愛せるように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、素晴らしいことが起きますよ。素晴らしいことが起きます。神の愛は力があります。神の愛は奇跡を起こします。皆さん、神の愛で歩みましょう、神の愛で歩みましょう。それでは皆さん、今日も素晴らしい一日を送ってください。また夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、ありがとうございました。シャローン、シャローン、シャローン。